よっしゃ。何？ああ、消しゴム。そう。もうちょいなんだけどな。立って取った方が早いやつだ。分かってんだけど、立たずに取ってみせる。ああ、こけるこける。なんでこれ座った状態でキープしちゃうんだろうな。なんでだろうな。尻離したら負けな気がする。立てばいいのに。次それ言ったら負けな。わけわからんルールに巻き込まれた。な、ヒカル、消しゴムちょっとずらしてくんない？え、これ？そうそう。え、それならもう俺が取ってやるよ。いや、取るのは俺がやりたい。ほんのちょっとこっちに近づけてくれれば、あとは勝ち確だから。ずる、お前のルール自由すぎん？そう、そこ、ストップ。ウィー、サンキュー。あ、結局取れねえのかよ。ああ、ん、もうちょっと。うわ、とんでもないのがいる。ん、うわ、ほんとだ、手長。あいつ伸びる能力だからな。体中全部だっけ。うん、隙ないな。もうちょっとなんだよ。本当にギリ届かないんだ。大抵のもの取れるはずなのに。逆に効率悪いだろ。いや、この距離ならいけるって思うじゃん。思わんな。この距離は諦め一択だもん。ああ、そうか。俺リーチ長いからな。リーチ？多分距離感バグってんだな。なあなあ、新庄さ、長袖なのに手長すぎて半袖に見えるな。面白。え？どのくらい？どのくらい？え、何そのノリ。いや、別に。会話の距離感もバグってるわ。俺はここで限界を試したいんだよ。絵面が間抜けなんだよな。せっかくジャンプ主人公と同じ能力なのに。ゴムが？言わなくていいよ。もう近くの誰かに取ってもらえよ。いや、他人の力を借りるのは甘えだから。うっ、あ、刺さってる。俺、あとちょっとなら伸ばせるはずだから。記録上できるから。何の？長座大前屈。え？前に身体測定あったじゃん。あ、見た見た。お前めっちゃ伸びてたもんな。ビビったわ。俺全然体柔らかくないのにさ、手の長さでどうにでもなっちゃうんだよな。シンプルズルじゃん。他人の力を借りなきゃ何やってもいいと思ってる？関節外そっかな。え、怖。外せば届く。いや、痛いのやだな。やだよな、びっくりした。お、調子出てきたぞ。お、お、取れたじゃん。おめでとう。しゃー。感情表現すごいな。ああ、俺ももうブラックホール出して取っちゃおう。こっちもすごっ。